ちですか？ん？よし、ちょっと襟元を直しますよ。よいしょ。お久しもっちー。もっちだよー。ちょっとツイートします。ちょっと待って。よいしょ。ちょっとパソコンの位置を間違えた。よいしょ。こっちだ。ちょっと待ってねー。よ、土曜日に配信するの結構久しぶりもっちだよね。よいしょ。ほっ。もっち。もっち。もっちコメントを見たい。ちょっと待って。ちょっと待って。もっち。よいしょ。開けた。はい。ひびきさん、ありがとうございます。持ちまーす。バルザウルズさん。はい。え、コウジさん、ありがとうございます。ファイターゲームさんもありがとう。持ちまーす。あ、そうなんです。ホタテ以外の貝類は苦手。持ちって言ったんだけど、でも本当はね、アサリとシジミとかは大好き持ちなんですよ。ハマグリとかね。アサリ、シジミ、ハマグリ、あと、ホタテ好きでしょ？平貝は好きになった持ち。あとはサザエとか、サザエでしょ、あと赤貝、ムール貝ムール貝嫌いなんかい。ムール貝酒蒸しにして、酒蒸しにしたら酔っ払っちゃうよん。さまむさたばさ、何入ってると思います？これめっちゃ好き。はーい、知ってる？もちすっごい今ね、これマイブームなんだけど。はい、ね、怪奇イエスどんぐり RPG さんっていうね、ピン芸人さん、ギャガーのピン芸人さんが3人集まった最強のなんかユニットみたいな。まあそれは置いといて、はい。そうなんですよね、お寿司のね、お寿司食べてみた的な、築地の江戸芸さんにね、最近お邪魔しておりましてですね、前回先週アップした動画がね、前編なんですけど、江戸芸さんに行って、江戸芸さんのね、お店の中に以前から言っていたこの、あれどこ行った？ごめんなね、4月から言っていた件が、あ、どっか行ったな。4月からね、お知らせをしていたクイドクイドさんっていうね、ウェブショップのアンテナショップ、実店舗にこうね、出店する的なアンテナショップの中にもっち AR ショップのコーナーを作ってもらうっていうことでね、まあ実質お寿司屋さんと、まあもうコラボということで、お寿司屋さんにね、もっちが、食べに行って、その様子をね、板前のね、新井さんといろいろお話しさせてもらったりとかしながら、美味しくお寿司を食べている動画をね、今編集中で、あれなんでしょう、ちょっと前回英語字幕をつけれなかったから、今回は英語字幕も一緒につけようと思って、日本語字幕と英語字幕両方つけちゃおうと思ってるので、ごめんなさい、ちょっと今日が無理で、明日ぐらいかな、明日ぐらいにはアップできると思います。はい、そうなんです。マスクドエムさん、もっちはと思いきや、ケッチはになってんだけど。どういうこっちゃ。ケビンさん、ありがとう、もっち。あ、インドネシアン風だね。作んなくっちゃ。全然最近、そうだよ。うちにね、なんだっけ。インドネシアの焼きそばなんだっけ。ミーゴレンの素？ミーゴレン合ってる？あれもね、あれで料理したっけ、もっち、配信の時に。ミーゴレンの根元も最近よく使ってたりはするんですけど、そう、あれ美味しいんだ。夜空のさん、ありがとうございます。はい、ねえ。ありがとうございます。今日はね、なんで、まあ、配信しているかというと、令和3年7月3日ということで、今日はみんなみーの日というね、素晴らしい。あんちゃん、皆さん、お久しぶり、元気ですか？ありがとうございます。そう、みなみの日というね、これはもう、またとない。
令和まだ始まって3年目でしょう。だからもう令和37年の3月とかになんないとないし、令和3年はもうね今年だけでしょ。だから多分もっちの生きてるうちに南の日がまた来るチャンスはもしかしたらないかもしれないと思って、はい今日は配信しようと思って。そう、南の日なんですで、南のま、あのもっちのね、ほらバースデー、あの10月3日じゃないですか、ご存知。覚えやすい覚え方があって、南373、3と7足して10と2の3、10月3日南、すごいすごい偶然じゃないですかね、あの10月3日もう近いんですよ、10月3日ね。いやちょっとね、後ほどそれについてもお知らせがあるよっていうことをちょっと一回ツイートしちゃうと。そうなんです、ね、早いよね。去年ね、あの秋葉原のね、佐々木さんのあのスタジオからね、あのなんだっけ秋葉ジャンクなんだっけあそこなんだっけ、ジャンクベイビー違うなんだっけ、ジャン、秋葉メイドジャンク違うなんだっけ、忘れちゃった。なんだった、ジャンクがついたことだけ覚えてるね。あのミスター秋葉原佐々木さんの運営してるスタジオにね、お友達のねあかねちゃんも来てもらったり、あとビデオメッセージでね、いろんな方からお祝いいただいたりとかしてね、去年やったんですけど、それからもうあと3ヶ月弱でもう1年が経ってしまうと思うと早いもんちね。いやー、一昨年のバースデーはね、下北沢であんなに賑やかにやったのが本当にもうそんな前だっけってなっちゃううちなんだけどね、矢野アンナちゃんとかね、みんな M の流れ田プロジェクトさんとかね、いやー皆さん来ていただいてバースデーやったんですけどね、かりんちゃんにね DJ してもらったりとかもありましたけどね。その時出ていただいたアイドルさん2人とももう引退されてしまったりとかいやー時の流れもっちー、もっちはいつまでも生き続けるのであった。ちょっと待って、ツイートしてなかった。大発表もあるもっち、見てみ、ツイートしたよはい、ありがとうございます。よっ、あ、さきっちょりさんありがとうございます。ブライアンさんこんにちは、ありがとうございます。 I like your jacket Thank you。 後ろも可愛いんだよ、あのスタジャン風のパーカーみたいな、あ、めっちゃぐしょってなってた可愛いでしょ。よっ、トレーナーなんかあの割と薄手のやつお気に入りなんです。ありがとう、かわいいだって。猫か猫さんありがとう、もっちあ、KK さんもありがとうございます。あ、ちょっと喉かいた今日ね、あのあれですよ、天気予報は雨だったけど、お昼からなんかだんだん上がって、夕方にはね完全に雨上がってたんですけどね、もちの住んでるとこは懐かしいな、下北沢ろくでもないもろくでもないバースデーみたいになってるけどいただきます。お気に入りの白桃、これこのシリーズ美味しいよね。キッコーマンのさ、豆乳のもち、あのお気に入り、ベスト3は白桃、そしてプリン、流行る第1位はドゥルルルルドゥン、キャラメルもっち。あの基本的にこのキッコーマンの豆乳飲料のシリーズは外れがないでおなじみだと思うんですけど、キャラメルすっごい、もう
香りが濃厚なキャラメル、まさにキャラメル飲んでるっていう感じなんだけど、そう、それでいてなんかタンパク質も取れるし、なんだろう、あの食物繊維も入っているし、大豆だからなんか体にいいみたいなね、イソフラボン入ってます、うんうん美味しいよね。なんかおやつ食べたい気分を紛らわせるのにこう、もう最適な、これ飲んでたらもうおやつ抜きでも大丈夫。そう、おやつおやつあるけどそうなんですよ、ちょっと飲みます。もちジュビョって言っちゃった。美味しいよね、ほんと爽やか。なんかなんていうの、生の桃をかじった後みたいな後味、天才じゃないかな、キッコーマン。すごいね、こんなの作れるなんてすごすぎるよ。果汁も入ってるけど 10% も入ってないんですよ。一体何をどうやったらこんな白桃味になるやら、不思議だね。美味しいね豆乳美味しいよね、ぜひ飲んでみても。ジュース、そう、あのなんだ、ソイビーンドリンク、あのビフォートーフビフォートーフ、アフタートーフビーンズ、うん大豆ってなんて言うんだっけ、そう、メニメニプロテインインクルードグッドフォーヨーヘルス、そう、ソイミルク、ソイミルク、よし、いや、ソイミルク、そうだ。Good for your health。うん。そうなんです。美味しいんです。美味しくて体にいいのが最高ですよ。美味しくて体にいいといえば、そう、寿司。寿司ね。見ました？本当にモッチの江戸源さんの動画。いや、本当ね。モッチ、あのお寿司屋さんってそんなに。正直そこまで回数行ったこと多分ないのかな。なんかこう食べたいもの連れてってあげるよって言われたら、まあ、どっちかってお寿司より焼肉の方が多かったのかもしれないな。違うかな。なんかでも一人でお寿司屋さん、あの寿司三昧とかはランチとかね、あの行ったり、お友達と行く機会もあったりしたんだけど、あんな風に一人で完全にこう、なんていうの、決まってない、何ランチで何々セットとかじゃなくて、あと回転寿司で回ってもないやつを一人でカウンターで頼むのは本当に初めてもっちだったんですよね。だからすっごい美味しかった。うん、あのね、すっごい、あの小肌のね、締まり具合、そしてね、酸味と甘みのベストマッチ、美味しかった。もちな、マグロの漬けも美味しかったしね、あの醤油ビチビチじゃなくてちゃんと出汁と醤油に使ってる、なんかお魚を殺さない、殺してるけど、お魚のね美味しさを殺さず生かさず生かしてるかすっごいそれも美味しかったでしょ。あとはね、あのタイの塩レモン、あれは初めての味だったですよ。ぜひね、動画まだ見てない方、10回、20回ぐらい見てください。ね、あと、そして、後編、今編集中なんですけど、炙った、アナゴ。なんかね、アナゴの概念がモッチの中で、なんか、今までのアナゴは、アナゴではなかったっていうことになって、本当にもう、まあ、何もかもが今までのアナゴと180度完全に違って、いや、もうぜひ乞うご期待ください。後編に生かさず殺さず半殺し、はい。ん、 How was it that soy milk? It's very very delicious, tasty, very good. Peachtaste peach. Peach juice 10%.
美味しいよ、ほんとこれ飲んでみてね。ブライアンさんありがとうございますね。池締めって何？生きて生きてるやつを締めたやつってことよくわかってない。杉山春さん、もっちまーありがとうございます。今日はね、南の日ということでね、配信をいたしておりますよ。はい、令和3年7月3日記念すべき南の日、もう一生来るでないであろうというね、南の日なんですけど、はいね、日本中ね、なんか雨多かったりして、この間までね、ちょっと空梅雨っぽい感じだったけど、急にね、天気予報通りにめっちゃ雨降り出してね、熱海の方とかすごい大変そうなんだけどね、大丈夫ですかね。血抜きをして鮮度を保つ技法、詳しいね。みんなよく知ってるな。あれ？ちょっと待って、なんかぶら下がってんな。なんだいあれは。あ、すっごい気になる餅ね、これ、ごめん。よいしょ。ちょっと待って、よいしょ。スカートが。このピローンをあっちにポイします。あ、なんか変な音したけど、まあいいかよいしょ。ずっと気になってた、ごめん、もうち全く見えてなかったよ。はい、あ、見えてなかったといえば、後ろの肝心のやつがなんかね、位置がね、もっちがここに来ればいいのかい。後ろのめでたい感じを出したいんだけどめでたい感じがね、ちょっとテーブルカメラをすあ、惑星ループ、そう、惑星ループも踊ってみた、そうです、そう、あ、そっか、その後配信もうしてなかった、もしかして。そっか、そう、惑星ループはですね、あれなんですよ、実はってそんなもったいつけるあれでもないんだけど、それこそもうコロナ以前の世の中の時に、ももちゃんっていうね、魔法少女ももちゃんっていう、今はね、ちょっと、別人格に生まれ変わったのかなっていう言い方でいいのかな魔法少女ももちゃんっていうね、名古屋に住んでいた、今はね東京に引っ越してきてるんだけど、名古屋の、ソロアイドルさんで、小学生で、今中学校に上がったのかな、多分ね、上がったんだけど、そうと、2人で、ライブでね、ステージで惑星ループを踊るっていうのが1回ありまして、2年ちょい前ぐらいかな。そうそう、今スターダムに移ったのかな、うなちゃん、うなぎひまわりだったけど、また多分お名前が変わってるのかな。今スターダムのプロレスラーやってる女の子のね、うなちゃんっていう友達がいるもちなんだけど、その子にね誘ってもらったユニットというか、なんだろう、なんかエンタメ集団みたいなそう、なんかね、ライブがあって、その時にもももも、コンビでね、ももちみなみとそのももちゃん、2人とも名前にももがつくから、でね、小学生のアイドルとアニメチックアイドルっていうね、全く真逆というか違うタイプのアイドルで、身長差も多分ね50センチぐらいなかったすごいなんかデコボココンビみたいな感じでね、そうなんです、やったんですよ。それを動画を本当はとある公園で一回撮ったもっちなんですよね。公園じゃないな、海辺みたいなところで一回踊ったもっちなんですけど、ちょっとその動画を出さずじまいになっていて、でどっかで撮り直したいなと思ってた時にご縁ありましてね、お寿司屋さん、築地の江戸銀さんにね、コラボをねしましょうっていうねお話になって、せっかくだからね、お店全部
2階も見せてもっちって言って2階にお座敷あるって聞いてたからね、上がらせてもらったら、そこでね、なんか普段団体さんがね、使うようなんだけど、イベントとか撮影でもね、使えるようにしてあるんですって言ってたので、そう、じゃあここで踊ってみた撮らせてくださいってお願いして、はい、お座敷でねお座敷で踊ってみたをしましたね。結構前に踊ってから随分期間が空いてたもっちなので、一回ライブでもっちだけのソロでね出たライブの時に惑星ループ一回踊ったは踊ったよね、確かね、一回ぐらい踊ったのと DJ でかけたかな、なんかでもちょっとだけなんかパフォーマンスはその後やったけど、ほぼほぼもう2年ちょいぶりぐらいだったから、もう一回動画何回も見て細かいとこちょっと直したりとかして、あれは結局フルで踊ったのが3回目か4回目テイク3かテイク4ぐらいで完成していてでもなんか一箇所ちょっとだけなんか間違えててそれをごまかすためにクローズアップのとこと全体映ってる画角がね、寄りと引きのが2パターンあると思うもちなんですけど、だからその引きのところでの振り付けを若干出遅れてあーってなっちゃったとこがあったから、ちょっとそれをごまかすためにクローズアップのところが本来の尺よりちょっと長く撮って、でまた引きの絵に戻るっていうごまかし方をしました、反省しております、はいねえ、すごいいい曲だし、イリポン先生さんの振り付けかわいいよね、やっぱりね、もっちあれすっごい好きで、よいしょね、まだ見てない人いらっしゃいましたらぜひとも何回も見ていいねボタンとか押してもらえたら嬉しいもちですよ、はい、ありがとうございます。あ、なんか価格をずらしたら余計なものがいろいろ映っているねあれあれあれ、ちょっとねこういう陰陽師陰陽師とかね、ちょっと豚さんとかね、これでごまかしとか、よいしょ、あ、消えた、大丈夫か、映ってない、はいありがとうございますね。そんなこんななんですけど、ちょっとですね、もっちさっき言ったじゃないですか、今日はね3月じゃない3月はもう終わった、令和3年の7月3日ということでね、南の日なんですけども、もっちのバースデーはその3と7と3、頭の3と7足して10、そして3、10月3日バースデーもちね、なんですが、毎年ね今までバースデーイベントねやってきたもっちなんですけど、なかなか当日の開催ができなかったり、まあちょっと曜日の関係とかね、ゲストの方のスケジュールとか、まあもろもろ会場のスケジュールとかもね関係したりとかあったもっちなんですけど、そう、今年は10月3日がなんと日曜日、もっちもっちなんですよ。なので、はい、令和3年10月3日ドゥルル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 ルイエス、もっち10月のタイミングはちょっとね、みんなワクチン打ち終わったか打ち終わってないかちょっとどうかな、でもいや大体終わってんじゃないかなというのを見越してますし、あとちょっともう当日券の販売はなしで、予約事前
事前購入制、事前チケット購入制にしたいと思ってます。なので、あのね、人数制限がだいぶ入ってきはしますけども。あ、すごい、響さん、8月10日の2回目ワクチン。いいな、もっちまだですよ。もっちまだすぎて、治験の昔登録してた治験のねバイトというか治験ボランティア、承認されてない薬のテスターみたいなバイト、まあお礼金もらえるから、まあこっちからしたらまあバイトみたいなもんなんですけど、そこからね、いまだにこうたまに何かメールが来るんですよ。で、国産ワクチン9月頃になるかもしれませんが、治験やるとき参加しませんかってメール来てたから、参加しますっていうのを一応押しちゃったぐらいなんですけど、そう、なんだっけ、塩野義さんなのかな、なんかそれは書いてなかったんだけど、国産ワクチン作ってるのってね、そうだよね。自治体のワクチンチケット届いたけど、まだ予約で、あ、そうなんだ。なんかね、都内でも江戸川区とかはすごい早いとかね、いろいろ、ほんと地域によってね、まちまちみたいだから、いや、まあうちのね、あ、そうだ、電話しなくちゃ。今日だ、うちのねママもっちとパパもっちが福岡であれなんですよ、2回目の接種をするって言っていて、あ、終わったら電話してみよう。大丈夫かな。なんかね、事前に頭痛薬みたいなの飲んどく方がいいっては聞いていたんだけど、なんかママもっちもパパもっちも家になんだっけ、ああいう市販の頭痛薬とか持ってないって言ってたから、ちょっと心配してるんだよね。大丈夫かしら、ドキドキ。はい、まあそんなこんな世の中なんですが、会場については追ってまた改めて、告知させていただきたいと思います。ただ日程だけ、10月3日の日曜日に、リアルイベント開催となりましたので、ぜひともね、今からスケジュールとあとね、ワクチン打つなら9月中にみたいなはい、詳細がねまだこれからなんですけれども、ご予定だけはまずは開けておいていただければと思います。ニートだけど今月職域接種できるもち、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、いいな、どういうこと意味が分かんないんだけど、マスクド M 仕様、ウィヒーノさん、ハローモッチー、ありがとうございます。超羨ましい。なんかね、フリーランス協会っていうのがあってさ、その会社員とかじゃなくてフリーでお仕事してる、その、まあ、クリエイターさんだったり、なんか普通にエンジニアさんとか、まあいろいろあると思うんだけど、フリーランス協会っていうとこからもうメールが来てて、これでも職域接種の希望者募りますっては言ってたんだけど、それもしたいですっては言ってたものの、まだなんだっけ、ほれ河野さんがほれだって河野さん、河野大臣が職域接種なんかちょっと一時打ち止めしますみたいなね、希望者、その希望団体が多すぎてワクチンがこれは足りんぞってなったのかな、多分ね。だからちょっとストップしますってなってるから、多分それもフリーランス協会の方はもしかしたら、その次の募集の時までもしかしたらチャンスが来ないかもしれないんだけど、こっちのはまだ全然ね。ああそう、あゆうさんそうですか、あ住本先生ありがとうもっち、そうなんだ、フリーランス協会で希望してた仲間仲間もっちね。えでもなんかね、あれは 100人だか1000人だかまとまった数がそのお住まいの地域で集まらないと、その なんか申請が、実際のその実施ができないみたいなのがなんかあるのかな。だからちょっとまだどうなるかわかんないんだろうな。うらやましい
ニートだけど職域接種できるの羨ましいよ。いいなぁ。いや、ほんとね、早く打ちたいですよね。いや、もうさ、いろいろね、ワクチン打ちたくない派の方とかもね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、それはね、まあ、強制じゃないから個人のね、あれだと思うんですけど、いや、かかるリスクと、そのね、なんだっけ、副作用のリスクを天秤、天秤にこうね、かけてると、やっぱり、かかった時のリスクの方が随分、ね、高いんじゃないと思って。かかった時のリスクはもうだって自分だけじゃ済まないし、周りのね、その発症したちょっと前の期間あった人たちが2週間ね、お出かけできなく、お仕事できなくなっちゃうとかもあるし、あとね、その家族とかね、高齢者とかね、まあいろいろ皆さんある持ちでしょ、周りのね、人に移ってしまってね、そのおじいちゃんおばちゃんが重症化したとか、なんかそんなことにでもなった日にはもうね、大変だから、そのね、副作用が出るかもしれない、副反応が出るかもしれないっていうリスクももちろんあると思ううちなんですけどね、聞いたところではそのそこまでのちょっと体調崩すとか熱が続くとかやっぱあると思ううちなんだけど、まあそれ菌をね、そのあれだから、インフルエンザのね、ワクチン打つときもそういうのあると思うかな、なんだけど、ねえ、まあ、持病をお持ちの方とかはね、いろいろ、それぞれにご事情があると思うお持ちなんですけど、ハルケンさん、お家は、ありがとうございます。ちょっと真面目な話をしてしまってました。ね、まあ、持ち的には、あとワクチンはね、打ちたいなと思っているので、はい。まあ、それぞれね、ご意見はあると思うお持ちなんですけどね。どう考えてもこう人に移したかもしれない、移してしまったみたいなことになっちゃうとね、やっぱり心配だしね。だからまあ副反応出ないことにかけてはい、もちは2回早く打ちたいなと思ってるので、早く届きますように接種券ね、うちも接種券ないですよゆう先生に褒められちゃった、ありがとうございます。あー、そっかー、そうだよね、じゃあ福田さん、心臓疾患、免疫力低下してるからね、ワクチン接種は。確かにね、そういうなんか事情ある方は本当にしょうがない、本当にお医者さんと相談して、もうご自身のね、健康がまずはね、大事ですからね。うんうん、わかります、わかります、もっちはですもっちはです、ありがとうです、もっち。いやー、ブライアンさんは、ブライアンさんはどこですか？ブライアンさんはCOVID-19 ワクチン終わったワクチンは打ちましたか皆さんどうな、海外勢の方はどうです？エーウェイヒーローさんとか、ブライアンテルさんとか、あ、ビモプラセチョビモさんとか、ケビンさん、ケビンさんでしょ？KK さんは違うね。ケビンさん、ブライアンさん。以上4名ですか？海外勢の方は。ワクチン打ったって何て言えばいいんだっけ？ちょっと。COVID-19 ワクチン、プシュー、痛い。終わった？もうちょっと待って、グーグル、じゃあグーグルって入れない、グーグル翻訳と、ワクチンは接種しましたか、接種、ワクチンは打ちましたか、ワクチン注射、ワクチン注射、違う、注射の字が違う、注射打ちましたか、え、 Did you get a VACCINA
T-O-N なんていうの、バチネーション、バチネーション、バチネーション違うな、なんだろう、むずいなあ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、待ちよ、ちょっと待ってね、はい、よしと、今ね、ちょっとね、よいしょ、よし、オッケー、あ、それ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 、あ、そうか、そのままコピペすればいいのか、コメントのとこにね、そうだね、海外勢の方へお知らせでございます、よいしょ、あれ、ログインしてチャットを始める、え、嘘、ログインしてなかったの、もっち、ちょっと待って、もっちよ、よいしょ、今、Google さんにログインしましたと。はい。質問です。クエスチョン、デデデン。Did you get a なんとかバ読めないよー、バキネーション、バッスイバチネーションわかんない注射した、ワクチンの通じてないかな、もしかして、わからん、わかんないでしょ、インドネシア語に翻訳、ちょっと待って、インドネシア語と翻訳エラーが発生しました、なんで、なんで、もちこれ通じるかな、インドネシア語バージョンも投下します、コビット、コビットだっけ、なんだっけ、コロナ、コビット、なんて言うんだっけ、コビット、違うな、あ、コビ、VID ね、VID ね、すごいバクシネイテッド、初めて聞いたバクシネイテッド、ありがとうございます鈴木 P、 ありがとうそうだそうだ、アパカアンダーエメダパーガンバシナスバシネシお返事がない返事がない、あれね、あーすごい、アストラゼネカワクチンを接種しました、すごい、そうなんだ、ビモさん、ビモさんは Where are you living? Where's, and what is your country? Where are you living? ビモさん、ビモさん、そうなんだ、ええー、なー、もっちも打ちたいよそうかー、ね、アストラゼネカだったり、ファイザー、ファイザー、あれどこだっけ、なんかね、いくつかあったりしてるけど、ね、日本の塩野義さんも頑張ってほしいけど、まあね、日本はねしょうがないよね、いろいろそのね治験の制約とかもあったりするし、制約の制約なんつってあ、インドネシアか、そうかそうか、ねえ、アパカバンアパカバンもちありがとうございます、インドネシアにも行きたいな、インドネシアに行きたい、はぁねインドネシアに最後に行ったのってあれのも結構もう経っちゃうね、いやね、そういえばインドネシアにね行った時、電波組のね皆さんと一緒になったこともあったけど、もうねその時のメンバーで今いるのってもうピンキーさん、あれミリンちゃんは休業中なんだっけ、育休中、あれミリンちゃんは休業中なんだったっけ、
ね、すごいよね。電波組さんも本当に気づけば、あれ？メンバーが全然違うってなってて、ね、いやね、いやすごいですよ。あ、ずっと昔バリ島行きました。あ、そうなんだ、ゆう先生。いや、バリ島はモッチは行ったことないんだけどね。インドネシア料理美味しいしね。いや、早くインドネシアとかね、ベトナムとかタイとかモッチもそういう料理が本当に好きだから、現地に行くのは本当に楽しみだったんですよ。ね、人もみんな優しいし。で、インドネシアはね、で、なんだよね。そうそう。モッチが、東京女子プロレスっていうね、プロレス団体の、リングアナをやってた時の、本当初期メンバーというか、初期の方だよね。エイリンさんっていうね、女の子が、選手でね、いたモッチなんですけど、でも割と早い段階でね、ちょっと卒業はしちゃったんだけど、静岡のね、餃子屋さんの娘さん餃子屋さん、実家が餃子屋さんっていうのをね、結構強くアピールしていて、で、ちょっとチャイナっぽいね、コスチューム着て、そう、ね、東方のね、エイリンってやつ曲をかけて入場してた子がいたんだけど、その子がね、なんか結婚して、昨日だか一昨日だかなんかインドネシアに引っ越したみたいでさ、そうだから、いや、次にインドネシアに行ったらちょっとエイリンに連絡しなきゃなって思ってるモチなんですよね。エイリンちゃんは一回ね、なんかショールームだったかな、エイリンちゃん家に遊びに行って、そう、モチゲストで出させてもらったこととかあって、そんなにね、頻繁に遊んだとかではないモチなんだけどね、数少ないお家に呼んでもらったお友達だと思ってるので。ね、いつかインドネシアにまた行った時はね、エイリンちゃんを訪ねていきたいと思ってるし、あとベトナムにはね、三上奈美ちゃんっていうね、この間秋葉原でね、毎週、ちょっと昨日お休みだったんだけど、秋葉 .tv マガジンのゲストに先々週出てもらった三上奈美ちゃんっていうね、もともとディアステージのね、初期、本当に創立初期面の初期面で、ね、スーピオちゃんと一緒に2人で、ピオラビっていうね、ユニットをやっていた、女の子で、当時はウサギの波平っていうね、名前で活動してて、今はね、三上波名義で、ベトナムに住んで仕事しながら、その演劇やったりとか歌歌ったりとかをしているっていう、すごいパワフルな女の子持ちなんだけど、そう、彼女もベトナムに住んでたりするから、いや、ちょっと持ちね、次にベトナムとかインドネシア行くの、なんかより楽しみが増えてね、ちょっと今からワクワクしておりますけども。アニャーニャーさんが反応している、エイリンのやつだ。ねえ、懐かしい。あ、英明ヒーローさんももう、そうなんだ。Yes, I have been vaccinated. おめでとう。いいな、みんな早いね。やべ、日本遅れてるな。しょうがないよね。日本にはね、日本の事情がありますからね。そうなんですよ。COVID は怖い。その通り、COVID は怖い。ねえ、本当ですよ。もっちも早く打ちたいな。早く接種券が届きますように。うんうん。ねえ。はい。話がどうしてもそっちにね、行きがちなんですけどね。本当に。気をつけてね。とりあえず、手洗い、うがい、ディスタンスはね、常に守って。密を避けてね。基本が大事ってことだよね。何にしてもね。もう本当に、鼻マスクだけはマジ本当に気をつけて。もちたまにね、こうお話ししてて、こう、あ、この人、鼻出てるってもう気になっちゃって、お鼻出てるもちよ、つって、うふふって言って、ことを荒立てないように、鼻マスクを直してもらうっていう。いつもそうしてるんだけど、やっぱね、ご自身、持ってたらもらうし、逆に、あなたも他から入ってきちゃいますよ、それ大丈夫って思うから。
ねえ、鼻マスク、顎マスクやめましょう。ストップ鼻マスク、顎マスクね。はい。When you get COVID, wash your hands and take a bath. When you get COVID, wash your hands and take a bath. お風呂に入るのと手を洗うのが、ん？どういうこと？どういうこっちゃ？いつかかりますか？手を洗ってお風呂に入って。どういうことだろう、ん？帰ってきたらね、お家帰ってきたら手洗ってお風呂入ってウイルスバイバイ。英語なもっちな勉強不足ですね。はい、すいません。はい、まあそんなこんなでね、まあちょっと時を戻そう。はい、というわけで10月3日まだ、詳細は近日大発表いたしますが、改めまして今年令和3年2021年、10月3日、ね、満を持しての今回はリアルイベントでもっちバースデーが帰ってくるよっていうことでよろしくお願いいたします。今までになかったスタイルのイベントにしたいと思っておりますのでですね、よろしくお願いします。ちょっとね、場所はほぼほぼ決まっているんですが、ちょっとこれは引っ張らせてください。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひともね、10月3日誕生日当日なので、お祝いをね、皆さんしていただきたいと思う所存であるもちなので。COVID is 怖い。COVID is 怖い。いや、本当笑い事じゃないんですよ。笑い事じゃないですよ。COVID is 怖いです。うん、気をつけようね。本当にね。もっちも自分のグッズのマスクあるもちなんだけど、普通にね、ちょっとお買い物行くとか、人と話す機会がないときは、あれですよ。もっちのグッズのマスクしてるけど、人とね会話をする機会がある時は不織布マスクを使っています。はい、皆さんもね、ぜひ。ああ、そうだよね、海外からは無理だよね。ちょっと写真とか動画とかもねアップするから、それを楽しみにね。いつかね、またいつかというか、もう、できたら去年、来年、去年じゃない、去年には戻れないよ。今年とかね、年末とか来年とか、インドネシアとかベトナムとかタイとかめちゃくちゃ行きたいんですよ、もち。本当に、みんなに会いたいです。もうね、たまにその時の写真とかね、こうスマホでこう見てると思い出しますもんね、いろいろ。ね。ね、もち。路上イベント。路上イベント。ね。When you get が、そういう意味になるん？あ、よくわかんねえな。ね、まあそうだよね。まあ手を洗ってお風呂入ろう、そういうことだよね。うん、ありがとう、もちにゃにゃさんよ。ね、ヒミーさん、waiting for インドミー。あ、インドミー美味しいね。インドミーヌードル美味しいね。ですです。あ、ダッサン、ダッサン今来たのかい？そうです。リアルイベントやるよ、ダッサンよ。ダッサンは最近 DJ しとるんかい、ムッチ。いやーね、オリンピックね。でももうオリンピック会場はさ、やる気満々でもうテントとか立ってるからな。今来たブロッコリーを、ありがとうございます。今来たブロッコリーって言いたい、ライブで言いたいね、そういうのね。そう、今回はね、ちょっとライブができるかどうかはちょっと定かではないんですけどね。とにかくリアルイベントはやりますのでね、みんなの顔が見たいです、もちはとても。はい、よろしくお願いしますね。顔を見るっていう点ではね、あれですけどね、毎週金曜日のね、ラジオのね観覧に来ていただければ、ご挨拶ぐらいはできるんですけどね、ゆっくりね、お話とかできる機会があればな。
お水おいしい。説明しよう。お水おいしい、お水おいしいっていうのは、ライブでね、歌の合間に、ちょっとね、喉を潤すじゃないですか。ペットボトルとかでこう、チューって。飲んでる間、こっちは喋れないから無音になる。で、お客さんがお水おいしいって聞いてくれるです。はい、もち。ラジオの観覧ありますよ。ラジオというか、YouTube 生配信の、おのでん、秋葉原にある、おのでんさん。はい。有名な、電気屋さんのおのでんさんなんですけど、そこの、そこのね、1階にサテライトスタジオがありまして、おのでんさんの中央通り沿いの入り口ではなくて、逆側の入り口から、もうそのままガラス張りで、放送中は基本的にスクリーン上げてるので中の様子がね見えたり、こっちからも手振ったりとかできちゃうのでね、ぜひともね、先週がちょっとね事情によりお休みになっちゃったもっちなんですけど、今週は今のところあると思いますので、ある予定なので金曜日の18時に、18時から18時50分まで、秋葉原1階のね、秋葉原小野田1階のサテライトスタジオで、路上から観覧ができますのでね。そうですよね。バースデーはね、そう、オンラインもね、配信。そうですよね。それもやりたいです。ジャニさん、君は一人ですか？ Yes!一人です。OK。OK。おめでとう。ちょっと泣きそうで、お水おいしいって言われたのが懐かしすぎて。やばい。やばい、変なちょっと泣きのツボに入ってしまった。はあ、ね、そうなんすよね。ふう、もっち、よし、ちょっとね、飲んで気を引き締めましょう。はあ、ねえ。そう、こういうタイミングでね、お水美味しいって聞いてもらうんですよ。ちょっと懐かしくなって、なんか、はぁ、あ、ふぅ、何やってんだって思うよね。ふぅ、なんかね、普通にライブしてたのが懐かしいなって思っちゃった。ちょっと、はあ、まあね、ライブアイドルの子とかね、いろいろ気をつけつつね、日々ライブとかは開催されてるんですけど、やっぱりね、なんていうか、前みたいなちょっとね、気軽さもあんまりね、ちょっとね、難しかったりとかね、するから。ちょっとね、もっち的にはまだ若干控えつつみたいなのがね、どうしてもね、あったりするのでね、いやちょっとお水おいしいでちょっと泣いてしまった。うん、大丈夫。ありがとうございます。そうなので、改めて10月3日ね、さっきも改めてって言ったけど、はい、リアルイベントなので、ぜひともお楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、ありがとうね。は、そう、じゃあちょっと気を取り直して、次のお
ておりますモッチですが、昨日一昨日も昨日、あ昨日か、昨日かな、金曜日だから昨日か、そう昨日ね、またまた築地に行ってきましてね、昨日は松露さんっていうね、卵焼き屋さん、卵焼き屋さんに新井さんっていうね、板前さん、動画にもね、先日のお寿司動画の、寿司を握っててくれた、握ってくれていた新井さんに連れてってもらって、築地の場外市場の中でなんとね98年の歴史を持つ卵焼き屋さんのね、松露さんっていうとこ行ってきたもんちなんですよ。そう、松露さんはなんかもともとねお寿司屋さん、寿司そう寿司ですよ、もともとがお寿司屋さんを、そのねお寿司屋さんだったお店が卵焼き屋さんにこうね、ジョブチェンジジョブチェンジなのか卵焼き屋さんになって、でね、もうすごい立派なね木のこうなんていうの、看板というかね、お店の正面にズドンってあったんだけど、そう卵焼き屋さんね、今はねさらに卵スイーツ、プリンとか、なんかプリンとか、あと何があったっけプリンとか、シュークリームとかだったから、なんだっけな、プリンとか、プリンとかね、あとプリンとか、プリンとか、プリンのそうスイーツを出してたり、あとはね、卵焼きを使った、卵焼きとなんか、なんかロースカツとか入ってたかな、なんかバーガーもね置いてたりとか、ほんといろんなね卵焼きが置いてあって、もうとにかく美味しかったので、ももちみなみの名食レポをねぜひともお楽しみにしていただきたいという感じなんですけど、そなんでね、その松露さんに、新井さんに連れてってもらったのかと言いますと、はい、エドリーさんで、人気のねテイクアウトメニュー、卵巻き、卵焼き巻き、巻き寿司でね卵焼きがズドンって入ったやつとかもあったり、以前からね、松露さんの卵焼きをお寿司に使っているということで、エクスシー忍者ももち Can you do アニメサウンド、どういうこと、アニメアニソン歌うかってこと、違うなロールエグスシー、そう、あ、ヨーニョーさんも翻訳してくれているの、ありがとうそう、エグロール寿司のね松露さんね、そうそうなんですけどもね、そう、ちょっとここでここでだ、ちょっともうダメだ、ダメだな今日、ちょタイミングが分かんなくなっちゃった、はい、とりあえず発表します、もっち、はい、ドゥドゥン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 、エドリン、ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、モモッチ、ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、コラボ企画、ドゥドゥンドゥドゥン、商品化決定、イエス、モッチ、そう、そうなんです。エドリンさんっていうね、築地で97年の歴史がございますお寿司屋さんなんですけれども、かわいいって言われた、ありがとう、ありがとうモッチ。もう可愛いって言われるのが一番嬉しいもっちは、はい築地エドギンさんと私ももちみなみ、97年の歴史のエドギンさん、そして私間もなく12周年を迎える、だよね、合ってる、そうでしょ、間もなく12周年を迎えますももちみなみに、コラボ企画進行中、そしてまだ何とは言いませんが、商品化も決定しました、やったね、すごい、いやこんなことあるんですね、本当にね、いやそんなね築地の名店さんとこんなコラボやらせていただけるやべ、ももちカレー寿司、カレー寿司、カレー寿司、あでもカレー寿司あるじゃん、あれでしょ、回る寿司屋さんにカレー寿司あるもんね、そうだ、もっちが横須賀海軍カレーも
ズファンディング的なやつでいただいた10万円はまだ取ってありますからご安心ください。まあそれは置いといて、ごめんね、置いとかしてずっと置いててごめん、もっちよ。なんですが、とにかくエドウィンさんともっちがいろんなコラボをしますということで、動画でね、もう今お寿司食べてみたあるでしょ、まもなく後編もアップしますからの、企画が続々と今動画の企画やどうしよう、まだちょっと引っ張りして、来週ぐらいまで引っ張りしてください。とある商品化が決まったんですね。すごいですね、すごい持ちね、ありがとうございます、ありがとうございますね。本当にあのもっち今まで食べたお寿司の中でエドウィンさんのお寿司が一番美味しいと思ってます。あと、先日のね、あの収録、撮影、エドウィンさんにねまた動画撮らせてもらったんですけど、いやもう本当に美味しい。なんかあのメニューに、あのメニューなのかな、あれはなんかね、あのサービス出してるやつとかって食べさせてもらったのも美味しかったし、なんだろう、もっちが今まで食べてきた寿司とは一体何だったのかっていうね、いや本当にみんな食べに来てほしいです。エドウィンさん、あの次回の動画もね、あのいかに美味しいかっていうのを饒舌に、ももちがもう素晴らしい食レポをね行っていますのでお楽しみにしていただきたいです。いや本当にありがとうございます。そのね歴史のあるお寿司屋さんとね一緒に、企画をやらせていただけて本当ありがとうございますね。ご紹介いただいた根本さんも本当ありがとう、もっちですよ、ありがとうございます。はい、すごいもっちはありがとうございますね。寿司&ももちコラボレーションすごいすごい、ありがとうございます。そうなんですね。なので、最近ね、ちょっとあのお外で撮ってくる動画がね、なかなか撮れてなかったんですけど、ちょっと頻繁に、あの週1は上がっていく予定なのでね、こちらぜひお楽しみにしていただきたいと思います。はい、というわけでですね、毎週ちょこちょことエドウィンさんとの動画が上がっていく予定です。はい、そして、その後、10月3日にはね、リアルイベントもございますので、ぜひともダブルでお楽しみにいただければと思っております。もっちーやったー、はい、ありがとうございますね。そう、カレーもね、本当ですよ、カレーもはよ、カレーはね、その本当にあのカレーフェスティバルに合わせて出したいっていうお話だったから、ちょっとカレーフェスティバル次第のところがありまして、いつだろうね、まだそのお知らせが来てないんですよ、もっちのとこにも。ちゃんとね、あのもう製造しますっていう、あの、横須賀カレー海軍カレーの取り仕切ってる、会社さんの OK も出てるなんだけど、現在のね、いろんな世の中の情勢的にカレーフェスティバルはちょっとまだ行えないよっていう状況らしくって、なのでもうちょっとだけ待ってもっち、はい、っていうところでございます。もっち、ねはあ、なんかちょっとバタバタしたね。はい、そんなわけでですね、さっきも言ったけどね、お寿司屋さんの動画の前編の方は日本語字幕だけだったんですけど、やっぱりせっかくね、海外からもいろんな方が見ていただいているので、とりあえず一番みんなが読めるであろう、英語の字幕を、後編の方からはつけて、今後はね、日本語字幕、英語字幕両方でつけていくので、皆さんにお楽しみいただけたらと思います。ね、早くもうね、海外からも日本に遊びに来てほしいし、ね、我々もね、海外にお仕事でも遊びでも行きたいなと思っているのでね、今はね、でもこうやって動画でいろいろとコミュニケーション取れるのは本当に幸せなことだなと思うもちでございます。はい、っていう今日はね、お知らせいっぱいで、せっかくのね、南の日、令和3年7月3日南の日ということでね、お知らせ2つさせていただきました、ありがとうございます。
ズモッチ。はい。ね、ぜひともね、10月3日分けておいていただいて、あとね、あれですよ、毎週金曜日はね、さっきも言いましたけども、秋葉原の小野デッサンの1階のサテライトスタジオで、生配信50分、18時からね、やらせていただいているので、ぜひともね、覗きに来てもらえたら嬉しいですよ。ありがとうございます。お知らせ。おい、ちょっとそこからお知らせするんかーい。はーい。ちょっとちょっとそれはそれはここでここでここでですか。はい、9月のね、京マフに出店させていただきます。ちょっとどさくさに紛れてコメントでやる、もう。はい、9月の京マフ、大賀バスターズ、桃地未来に、単独出店いたします。京都、漫画アニメフェアというね、もうあれですか、言っちゃっていいことだったのかな、言っちゃってよかったんですかね、ちょっとわかんないんだけど、言っちゃっていいんでしょうね。はいはいはい。京マフ、来れる方ぜひともよろしくお願いします。9月何日なのかな、ちょっとまだはっきりと把握してないんですけれども、はい。さあ、そしてね、桃地忍法帳大賀バスターズこと封印編、ちょっと、もろもろプロデューサーなど、多忙を極めておりましてですね、ちょっと今ね、いろいろ遅れております。なのでね、もう暗記するぐらい、暗記してそのままストーリー口でペラペラペラって言えるぐらい、何回もちょっと見ていただいてね、次の第8話に備えていただければと思います。ちょっとね、準備に時間がかかっておりますけどもね、はい、よろしくお願いします。そう、ね、平安神宮のやつはね、諸事情ございます。このね、コロナ禍においての諸事情ございまして、ちょっとお察しください、お察しくださいでございます。ただ平安神宮さんでね、もともとやる予定で2月、去年のね、2月にオープン予定だった、平安神宮さんの中にあるそのトニトニ会館の中で、京都 AR ミュージアムっていうのをねやる予定で、去年の、去年おととし、あれ、おととし、去年おととしの京マフ、そんな前、うっそ、あれ、ちょっと今時系列が分かんなくなってきちゃった。ん？あれ、京マフに行ったのは去年？ちょっと待って、分かんなくなってきたけど、もっちはもう頭が混乱しているぞ。ん？おかしいな。あ、去年の9月かな。そうだよね、去年だよね。去年だ。そうだそうだ。ダメだ、もうもっちの頭はパンクしている。はい。そうそう、本当はね、去年の2月にオープン予定だったその京都 AR ミュージアムなんですけど、ちょっとまあコロナ禍においていろんなね事情がもうコロコロと、コロナだけにコロコロと変わってきていて、そう、ちょっとね、その予定した通りの形になるのか、そうじゃない形での、展開になるのかはちょっとまだ不透明な部分はあるもちなんですけど、全くお話は消えていなくて、京都 AR ミュージアムは生きている、スティルアライブもち、はい。なのでね、お楽しみに、ちょっといろいろ待ってくださいね、持ち上げないよ。ナルトボルト、ねえ、ナルト懐かしいな、もはやね、懐かしいね、ナルトね。いやー、本当にキナプロ夏の陣だったから、あー、 VTuber さんのイベントもね一緒にあったね。そうだそうだ、よく覚えてる。もっちより覚えてる。
やっべ。そう、あ、でね、その、そっか、去年の京マフでは、来年春オープン予定みたいな風に言ってたんだけど、こんなにコロナが続くとは思わなかったもっちよな。本当に。なのでね、テロップとか出ないかって、なんだ。テロップとか出ないかは、お、何のテロップのことを言っておるかね。なんだろうか、なんだろうか。はい、まあそんなそんなこんなで、ブライアンのCan you see？チップダウン、あ、ね、実はこれ、付け襟っぽいやつでね、あれなんですよ、あんまり下げちゃうとね、インナーが見えてしまうっていう、ここぐらいまでしか、ね、あれです。中はエアリズムみたいなの着てて、そう、首元はね、なんかシャツの襟出したかったから、実は襟だけのやつですこれ。そうなの、だからこれを脱いだらめっちゃユニクロのエアリズムです。はい、ありがとうございます。いやー、京マフね、懐かしいな。もはや、そっか、去年だったかね。いろんなね、缶バッジ作ったりとか、マスク配ったりとかね、してね、いろいろと。いやでもね、ほんと去年京マフに行ってよかったなと思うもち、そこでね、出会った方々と今後のね、お話とか企画とかが今ね、その京都 AR ミュージアムのアナザー展開的なお話も今水面下でね水面下が多いことでおなじみもちなんですけど、まあそんなもんですよ。はい、今ね、企画のその承認というか、なんというか予算のうんぬんかんぬんとかが、今月中には決まるのかな、決まったらなんかちょっといい感じのことになりそうだなっていうのはあるんですけど、まあ、オリンピックもあるしね、ちょっとまだはっきりとしたことは何も言えないんですけど、京都でのね、企画ももちろん動いてますし、あとは秋葉原でもね、いろいろと今、その何でも AR 絡みのお話は、今ね、企画が練られていて、そのね、予算はどうしますかみたいなとことかにね、なってるので、何かしら、まあオリンピックとか終わったらあるんじゃないっていうところで、一つよろしくお願いします、もち。ああ、そう、去年お化けを偶然撮ってしまった。そうだね、あったね。夜中にね、ちょっと雰囲気のあるかっこいい写真をね、忍者モッチ撮ろうと思って、衣装着て、スタッフさんとね、写真撮りに待ち合わせて行って、なんか水色のね、こう着物を着た方が、映り込んでしまい、ちょっといろいろ、いろいろちょっと体調ね、崩されたりとかね、いろんなことがありましたけども、はい。はい、怖いね、怖いね、怖いね、気をつけようね。夜中は出歩くもんじゃありません。夜中に京都で写真を撮ってはいけませんっていうね、お勉強になりました。はい。というわけでが多いね。というわけで大好き餅なんですけど、お、もう1時間以上経ってしまってる。10時20分でございますね。え、明日の天気はどうなのかな。明日は天気また下り坂、本当にね、めっきりいかにも梅雨っていうお天気になってきたんですけど、まあ今ちょっとヤフージャパン開いたら、あれだ、大変だね、相模原とか危険区域だって。本当にニュース速報とか、そのね、お天気情報とかをまめにチェックして、雨がね多いところ、今いろいろとね、ちょっと事故とか、事故っていうの、そのね、土砂崩れとかの心配もね、たくさんあるみたいなので、本当に気をつけてね、毎日過ごしましょう。いろいろ気をつけることが多すぎて疲れちゃうけどね。まあそんな時はもっちの YouTube でも見てね、お寿司おいしそうだなとか、踊ってんのかわいいなとかね、そんな感じで気をね楽しく保ってね、はい、お願いします。ほい、というわけでと。
か、明日の天気見ようと思って忘れちゃった。明日のお天気をお知らせします。大体の天気です。明日、日曜日7月4日日曜日、北海道は大体晴れ、新潟は曇りのち雨で、雨は 80%、 仙台、金沢、広島、福岡、高知、名古屋、東京、まあまず雨です。で、大阪は曇りだけど降水確率 40%、 鹿児島は 30% です。福岡は 60% だな。福岡、鹿児島は30度超えてます。大阪も30度超えてます。暑いね。これは沖縄は晴れです。31度です。はい、だいたいそんな天気です。ね、ちょっと今ヤフーの天気読むね。4日は西から東日本では曇りや雨となり、日本海側を中心に雷を伴った激しい雨の降るところもあるでしょう。東日本では土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります。土砂災害に厳重に注意し、低い土地での浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。北日本は午前中は晴れるところが多くなりますが、午後は東北では曇りや雨となる見込みです。一方、南西諸島は晴れるでしょう。最低気温は全国的に平年並みか高めの予定です。予定ですじゃない、予想です。だそうです。もっちー。なので、ね、水分補給とかね、しつつ、天気予報はね、まめにチェックして、土砂災害とか大雨洪水とかね、気をつけて過ごしてください。くれぐれも川の様子だけは見に行かないように、餅は喉に詰まらせないように気をつけてください。はい。そんな感じ。赤いビートさん、ありがとうございます。え、もっちバカリズム来ているの？え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？バカリズムを着ているというのはどういうこと？畑の様子をね、ほんとダメだよ。ほんと気をつけて。でもうちのね、パパもっちとかママもっちもちょっと畑見てくるとかなんか言うんだよね。あれほんとやめてほしい。見たからどうすんじゃいっていうね。ほんとですよ。違う、エアリズム、そう、エアリズムはいいよ。本当にもっち暑がりだからさ、だいたいインナーは毎回衣装の下は完全にエアリズム。何ですか？江戸銀さんのランチにも置いてください、置いてください。そういうことね。はいね、そうですそうです。エドギーさんのね、もっち、そうだ、後編の動画か、後編の動画にね、エドギーさんのランチメニューとかも、外の看板全部映してきたのでね、エドギーさんのランチ全然、一番安いやつで900円です。はい。高いやつでも2000円しないです。あ、2500円もあったっけ。いや、もうとにかくね、ランチは、絶好のチャンス。行ってみて、めっちゃ本当に美味しいです。あと、だいたい新井さんいると思うから、新井さんに動画見たもっちって言ったら、ありがとうって言ってくれると思うから、ぜひとも行ってみてくださいね。多分お休みの日は、あれ、休業日あんのかな、江戸銀さん、どうだろう。どうだったかな、江戸銀さん、ちょっと見てみよう。築地、江戸銀、定休日、あるのかな、ない気がするな。あ、日曜日、明日休み持ちか。明日休みですか、江戸銀さん。違う？店舗案内、定休日、日曜祝日はお休みです。あれ、日曜日お休み、そっか、だそうです。へえ、2階は催し物の営業となります。へえそうなんだ。日曜日祝日祭日は、2階は催し物の営業となります。へえ、なるほど。はい、
お寿司屋さんとしては日曜日は祝日お休みだそうなので、ぜひともね、はい、土曜日はランチのみの営業となっている模様です。あのホームページの情報によりますと、はい、ぜひともね、行ってみてください。はい。築地の誰だ、ポキマメロックス、ポキマメロックスさん。フィリピン？ん？フィリピンなの？あ、違う。ん？違う？なんだろう。はい。ありがとうございます。とにかくコメントありがとう。築地エドリンさんの、ホームページの、ちょっと営業時間とかのページをね、見ときましょう。メニューは載ってないのかな？お品書きあるね。お品書き載ってる。でもランチメニュー載ってないよ。あれ？寿司定食。寿司定食1080円、あ、グルナビとかにの方がいい、グルナビ乗ってんね、どうだろう、とりあえずじゃあグルナビ貼るか、グルナビ貼っとくね、はい、よっ、ほうれ、おいしそうだもっち、ほうれほれ、みんなお腹を空かせるもっち、あれ、なんか知らんけど、ラプスルが出てきた。なんでだ？ん？築地エドギン、よいしょ。ほっ、もっちのおすすめは、とりあえず穴子です。穴子とタイの塩レモン美味しかったでしょ？あとね、ほんと、あの、小肌美味しい。小肌のね、あの、キュッて締めたやつ美味しいです。はい。ま、ひとまずはランチでお楽しみください。おすすめでございます。あ、ダッサン近いでしょ、行ってきて。あ、そんなに近くもないか。遠からずでしょ。あの、もっちの動画見てきましたって言ってもらえると、あの、みんな平和になるから。世の中が平和になるから行ってきて。よろしくお願いします。はい。そんな感じで。そんな感じでよろしいでしょうか。あのね、あ、そうだ。あのね、コロナ禍になってからちょっとね、ここね、今空っぽなんですよ。なんかいろいろさ、手を洗わないで人に物を渡すのってちょっと気が引けてしまって、現在休業中になっています、ここは。もしかしたら、もしかしたらですよ、この日解禁されるかもしれません。10月3日にここアメちゃんが入ってるかもしれませんよ。はい。ね、ちょっとね、ほら、消毒液持ってないタイミングで「あめちゃんちょうだい」って言われて手洗わないであげるのがね、なんかやっぱりどうしてもあのこうね、身につけてるというか身についているものだからね、ちょっと控えているなおなんですよ。なのでね、ルックスクートって言われた、あめもしかすめし。ここにね、握り入れとく。そうね、あ、じゃあ真空パックにした寿司をね、2つぐらい入ると思うよ。はい。ありがとうございます、赤いビートさん、触れていただいて。はい。そんな感じで、皆さんぜひ、平日お昼、あと土曜日はあのお昼だけなんですけど、平日はね、夕方も営業しておりますエドギーさん、ぜひともね、行ってみてください。まずは気軽にね、ランチタイムに行っていただければ、ね、千円札1枚持ってったって足りますんで、ぜひとも行ってみてください。よろしくお願いします。美味しいし、あのね、ほんと板前さんのね、あの、キャラが面白い方たくさんいるのでね、新井さんの他にもまだね、早川さんとかね、あの、面白キャラがスタンバってるので、ぜひともね、お楽しみにしてください。ではでは、この辺りで、今日のところはね、南の日、特別配信、お知らせいろいろありましたけれども、今日はね、この辺りにしたいと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうもっち。明後日かな、月曜日ぐらいになりそうなんですけど、英語字幕付きでね、あの後編もアップします。で、その次には、ショーロさんに行った動画も、はい、アップするので、楽しみによろしくお願いします。あとね、お寿司屋さんでこう
板前さんと一緒に何かやったりとか、ちょっとね面白い楽しい、動画をね撮っていく予定なので、コラボ企画、ぜひともねお楽しみにしてください。はい、10月3日のイベント、そしてエドギンさんとのコラボ、商品化もろもろお楽しみによろしくお願いします。はい、というわけで最後までご視聴ありがとう、もっち。お名前だけでも最後読んでてね。はい、マスクの M さんありがとう、もっち。ケビンさんもありがとうございます。ニャニャさんありがとう、もっち。赤いミータさんありがとう、もっち。ダッサンさんありがとう、もっち。あ、コウジさんありがとうございます。後編楽しみにしててね。はい、ポキマメさんありがとう、もっち。わお、ありがとう。あちらの方に美味しいお味噌ありがとう。お水じゃないね、その絵文字。ありがとう、もっち。ありがとうございます。はい、にゃにゃさん、鈴木 P さん、はい、ありがとうございます。じゃあ福田さん、ねここねこさん、ブライアンさん、ありがとう、もっち。マグマグさん、マグマグさん、ごめん、ありがとう、ありがとう、もっち。マグマグさんも久しぶり、ありがとうございます。あとはね、じゃあ福田さん言ったね、ジャミサソノさん、ありがとう、もっち。KK さん、ありがとう、もっち。ラッサン、あ、言ったね、ありがとうございます。ビモさん、ありがとう、もっち。いつもお疲れ様です、ありがとうございます。エビヒーローさん、ありがとう。ケビンさん、ありがとうね、ありがとう、もっちです。響さん、ありがとう。まだいるかな、響さん、ありがとう、もっち。全部言ったかな。青木さん、あれ今気づいちゃった、ごめん。青木さんっていうね、青木あやみさん、ありがとうございます。大丈夫、個人情報全部出ちゃったけど大丈夫ですか。はい、江戸銀さんの、お店の方です。ありがとうございます。またお待ちしてます、江戸銀一同だって。ありがとうございます。皆さん、江戸銀さんが待ってらっしゃるそうなので、ぜひともご飯食べに行ってください。はい、ありがとうございます。お名前全部言った。あ、住本優先生、ありがとうございます。で、桃地忍法帳ね、オーカバスターズをね、書いていただいています。住本先生、ありがとうございます。はい、そんな、杉山春さん、ありがとうございました。春健さんもありがとう、もち。お名前全部読めたかな、読めたかな。さけっちょりさんはまだいたかな、ありがとうございました。ねこねこさんもありがとうございます。夜空のさんもありがとうございます。はい、スバルザウルスさんありがとうございました。もっち以上かな。お疲れ、もっち、ありがとうございます。はい、ではさけっちょりさん、ありがとう。はい、ではまた近々お会いしましょう。動画は近日中、あとお家からの配信も、今度はね、ちょっとキッチンからまた久々にやりたいと思ってるので、はい、お楽しみにしてください。では良い週末を。天気予報とコロナとかには気をつけようね。ありがとう、もっち。おやすみなさい、良い週末を。バイバイ、もっち。おやすみ、ありがとうございます、もっち。ブライアンさん、バイバイ。ありがとう、ね、ここにこちゃんもありがとう、もっち。バイバーイ。